この時間のニュースは KTS 応答シティの提供でお送りしました。薩摩地方、大隅地方では暴風に注意してください。また薩摩地方では高波にも注意してください。強風注意報と波浪注意報が出ています。鹿児島、日置、伊豆、伊佐、宮崎、会社、上杉、川崎に強風と波浪注意報が出ています。ご注意ください。九州南部は曇りですが、太平洋側では晴れています。明日にかけて冬型の気圧配置となり、寒気の影響するところがあるでしょう。今夜は夜遅くに雪が雨が降るところがあります。明日は曇りで雪が雨が降るところがありますが、気圧の影響が出ます。雪か雨となるでしょう。この後の降水確率は 20% です。最長速報では 2.5 メートルの予想です。大隅地方です。今夜の天気は北西の風がやや強く吹くでしょう。今夜は曇りで降水確率は 10% の予想です。最長波の高さは速報で2メートルとやや高いでしょう。薩摩地方の明日の天気です。明日は北西の風、日やや強くなり、海上では北の風が強く吹くでしょう。曇りで夕方から晴れ、ところにより昼前までは雪か雨となるでしょう。明日の降水確率は午前が 30% で、正午から午後6時までは 10%、 午後6時以降は 0% です。キツネ1号さん、カッソカソやないかい。ちょっと待って、カッソカソじゃないよ。君しかいないだけだよ。キツネ2号さん、眠い。眠いでしょ。もうほんま、運転してるこっちの方が眠いんだけど、もう。ちょっともう眠いだよ。眠たい、もう。眠たい、眠たい、もう。キツネ2号さん、もう家を取って。え？もう家、踊って、どういうこと？もう家？いいな、もう着いたんや。5000ポイントももらって。すごいな、5000ポイントももらえた。まあ、そういうので、ランキング入らなあかん。キツネ2号さん、もう仕事終わって家。マジっすか。ワンダー1500で4位とかすごくない？もう大手やん、そんな。なんなん？そうか、学会。そうかって書いてある。そかって書いてある。そか。SOKA、そか。SAKA、そか。キツネ2号さん、私もなんでその順位なのか意味がわからないチルだ。いやいや、大手だからですよ。すごいな。アンダー1500で4位って。僕、アンダー500で60ないんですよ。みんなめっちゃ投げてくれたのに。みんなめっちゃ投げてくれたのにね、アンダー500で60ないんですよ。キツネ2号さん、とりあえずイベントで疲れたから仕事直行直帰です。ああ、マジっすか。イベントで疲れたから。え、どっちのイベントで疲れたのそれは。それはファッチのイベントで疲れたの。それともお仕事のイベントで疲れたの。キツネ2号さん、ボクチョンのところのカコイさんも投げてくれてありがとう。あ、2号さん、それは間違ってるよ。ね、僕のとこにカコイさんなんかいないから。アンチはいてても僕にカコイさんなんかいないから。え？
キツネ2号さん、いや、3日間なんだかんだ配信ずっとしてたから。3日間もしてたの、すごいな。マジでか、ね、そういう時はね、あ、ゆっくり休んでいただいて。でもあの今がチャンスじゃない、もうそんだけ売名できてるんだったら、もうあの普通に枠開いてもドーってくるんじゃないの。キツネ1号さん、元かこい。海元かこいって、元かこいって何、もう元もかこいおったか。僕にかこいなんかいましたっけ。包囲網はされてるのか知らんけど。キツネ2号さん、いや、有名になるとかしたくないのチルだ。十分有名になっちゃってるでしょそれ。 4位って、うん、ね、いやでもあれですよ、あの何顔隠しといてね、あの何て言うの、キツネ2号さん、アイテムもそんないらん。マジでいらんの、いらないの。僕は欲しいです。僕はください。キツネ2号さんだって税金とか。あ、まあね、税金はね。キツネ1号さん、リアトツ2回経験者。マジでリアトツ2回経験者。それリアトツっていうの、あれリアトツっていうの。別に僕配信しないと思いますけど、あのだから税金はもうてね、あの全部を使うからしんどくなるのであって、最高税率でも 45% なわけですよ。所得にしたかってね、所得税にしたかって、増税にしたかってね。ってことはね、半分さえ残しときゃ 何も怖くもなんともないですよ。だってもらった額以上に税金取られることは絶対ないんだからね。あ、まあ1億円もらってもね、あ、5000万もらったと思ってね、5000万使っていいんですよ。それをなんかもう他の配信者もらったもんは、何、もっとアイテムよこせやけど、もらったもんは俺のもの、税金分も俺のものだからね、あとあとビビるだけで、そうそう、もらった以上に絶対税金かかんないからね。そういう考えでいけば何にも怖くないです。キツネ2号さん、まったりかそでこれからもやっていくよ。マジっすか、まあ、僕はあのね、キツネ2号さん、でも湯たんぽちょうだい。湯たんぽちょうだい、湯たんぽってあるの今。今そんなアイテムがあるの全然わかんないんだけど。キツネ1号さん、飽きた。飽きたでしょ、もう眠たいわ。ちょっと眠たいんだけど。キツネ2号さん、いや、現物少々。現物って5000ポイントあったら湯たんぽ買えるでしょうよ。アマゾンで買えるんじゃないの。5000ポイントをアマゾンギフトに変えて、その5000円で買えるんじゃないの。あ、めっちゃいきなりこう、あの信号でいきなりついてきた。あの信号の先いきなり3、キツネ1号さん、神回はよ。神回はよって何の、ないわよ神回なんて。だからホテルの中でお姉ちゃんとイチャイチャ配信したいの。キツネ2号さん、面白いことやって。面白いことなんかできないです。僕あの、そもそも面白いことしようなんて思ってないです。キツネ2号さん、今かご飯待ちの間。家ご飯待ちの間、マジでか。だって運転してるからね、面白いことしてって言われても運転しちゃってるからね、なかなかできないよね。運転しちゃってるから運転しながら面白いことって脱輪じゃ。キツネ2号さん、ご飯だよって言われたら消えるよ。あ、マジですか。キツネ1号さん、最近は槍の踏み間違えやろう。間違え。この年でもうそんな踏み間違えすんの。マクドのドライブスルーは反対車線にしかないのよね、さっきから。パチンコ行こうかな、太陽グラッド。キツネ2号さん、やっぱエアダンス。エアダンスって何、エアダンスって何、エアダンスって何。キツネ2号さん、踊っとこ。踊っとこ、どうやって踊んのこれ。あ、食堂あった、東海食堂、コスモス、ディスカウントブラックコスモス。あ、普通の薬買うとこかな。まあいいわ。寿司しゃぶしゃぶ食べ放題。キツネ2号さん、なんか田舎だね。ああ、ちょっと田舎やな。まあでもこれあれですよ、あの都会に入った方ですよ、うん、鹿児島県内では都会の方ですよ、ここ鹿児島市内だから。ほら、鹿児島トヨタ南鹿児島店、マリンポート鹿児島。ちょっとマリンポート鹿児島行ってみる。なんか知らんけどマリンポート鹿児島何もないと思うけど。キツネ2号さん、密会のために鹿児島へ、やすよ、かわいそう。
なんかそういうデマにね、皆さん紛らわされないでください。キツネ一号さん、地元と変わらん。地元と変わらん、マジで何もないんだもんだって、鹿児島だって。それこそ天文館の方うろうろした方が よろしくないですか。天文館、天文館、とりあえず部屋帰ろうかな。お部屋でゴロゴロしていい、もうお部屋ゴロゴロしていい。お部屋ゴロゴロ配信していい。昨日お酒飲んでもすぐ出たから。狐2号さん、いつまで鹿児島。今週いっぱい鹿児島です。今週いっぱい。ハンズメン、ハンズメン。あ、ドンキホーテあるよ。ドンキホーテ何か買う、何買うの今日、何か買うって。スポーツデポどうしようかな。昼食うたんがね、今日ね、黒豚つけそば。狐1号さん、踏み間違えやってからね。やめて、肉うどん、肉肉うどんっていうのがある。何、何、どうしたいのこれ。お、オプ、オプ、オプシ、オプシア。オプシア来たよ、オプシア。オプシア戻ってきた。あ、ラウンドワン戻ってきたよ。あ、ラーメン屋も戻ってきたよ。何ラーメンやったっけこれ。丸、丸なんとかラーメン。あ、丸源ラーメン、丸源ラーメン。丸源ラーメンよ、これ。リベララ、リベララって何屋さんこれ。サンキュー。エキサイティングなんとかサンキュー。何これ、エキサイティングプラザサンキュー。あ、パチンコ屋じゃんこれ。パチンコ行こうかな。もうパチンコ行く、いやもうほんま田舎の人ってパチンコ行くしかない。かわいそうやけど、もうそれしかないもんな。ちょマジで、ちょマジで、ちょ待てよ、ちょマジで、ちょ待てよ。これ今日ほんまあの1000円もしたけどね、この何吸盤付きのこれ買えてよかったよこれ。じゃマジで、じゃ待てよ。県庁垂水フェリー産業道路入り口福島方面、何言ってたかさっぱり分かんないんだよ。っていうか何、こんだけ市内に来てもね街灯がないってどういうことこれ。鹿児島やばくないですか。人に歩くなって言ってるようなもんですよこれ。街灯ないからね、街灯がやばくない。街灯ないんですよ、街灯ねえ、街灯真っ暗。車のライトがあるから、あと店のライトがあるからちょっと明るく見えるけど、街灯ないのよここ。あ、真ん中にあるわ、この辺は真ん中にあるわ街灯。でも何ついてんの、今見えてるだけでも4つ、電球4つあるうち1個しかついてないよ。危なくないこれ。え、こんなんでいいんすか。鹿児島はこんなんでいいんすか。田舎もんだから何されてもいいのか。え、あと5キロでもう着くわ。あー、もうここやっとここまで帰ってきた。あと10分ぐらいでもう部屋帰れるわ。とりあえず部屋帰ろう。キツネ3号さんへ。え、とりあえずお腹空いてんけど、待っといた方がいいんかな晩飯。どうすんねやろ、それ教えてくれ。昨日もそんなんで、何お腹空いたとか言いながらね、ずっともうパン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 ってやって、お腹空いたパン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 、お腹空いたパン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 ってやって。キツネ3号さん、まだ運転してたのか。まだ運転してますよ、うん、あと10分ぐらい、あと10分ぐらいですけど、お腹空いたんだけど、これさっきご飯食べていいのかな。どうしたらいいんやろ、ご飯どうするか聞いてみよう。ご飯食べてくるやろな、それ食べてくるやろな。キツネ3号さんいいよ。キツネ1号さん、そんなにパンが好きなんか。石原さとみです。プリウス PHV は家庭用のコンセントからも、急速充電器からも、そして太陽光からも充電できますが、私石原さとみはハワイの太陽光でなら充電することができます。すぐ普通になる今は特別なプリウス。キツネ3号さん、パンでなく名物食べて。パンでなく名物食べてどういうこと。何言ってんのあんたたち。
信機材まで自腹で買わされてね、かわいそうと思いません僕。今回鹿児島来て0ポイントよ。まだ、あ、嘘つきました、0ではないわ、20ポイントぐらい、20ポイントもないか、10ポイントぐらい、風船が4あったから10ポイントいってるからちょっとわからんけど、キツネ1号さんお腹開いた言うたやん、キツネ3号さん九州って言ったら豚骨ラーメンだな、スパンスパンスパンってやってお腹すいた、スパンスパンスパンお腹すいた、喉乾いた、スパンスパンスパンみたいな。で結局1階の居酒屋、2階の居酒屋行ったけどね、すぐにオーダーそうなってどんだけ俺らタイミング悪いねみたいな。でも最初僕ら2人きりでね、店貸し切りやったんですよ。その後まあ2組入ってきたけどね、どんな後から入ってくるってどういうことみたいな。それ僕らが入ってなかったらもう何、もう閉店やったんちゃうみたいな。キツネ3号さん誰がパンダや、パンダじゃねえ、九州って言ったら豚骨ラーメン、ああまあね、でも九州っていうかそれ博多じゃない豚骨ラーメンって、鹿児島は豚骨ラーメンではないと思うのよね。何ラーメンかって言われたらちょっとあれだけど、そう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 、でもね、二十歳とかねさ、若い女の子の考えてることは僕分かんないわ。およそ3キロ両南町を薩摩川内方面へ斜め左方向です。この先左折専用レーンがあります。キツネ3号さん100円ポテト、ちょっと自由空間行こうかな、自由空間行って、自由空間行って100円ポテトとソフトクリーム食べようかな。それだけで金払う。キツネ3号さん絵文字言わないんだな。あ、絵文字言わないですね。お前やな、言うやつ言えへんやつあんな。キツネ1号さん、なんか他の人の枠やったらね、なんとかの顔とかで一応情報を読みましたけど、読み上げますけど、うちの読み上げ読まないね。なんでなんやろ、よくわからんけど。そう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 。昨日見えたラボホどこやっていいの。施設専用レーンではないな。マクドあるな。マクド食べようかな。マクド食べるっていうのもどうかと思うんだけどね。返事がないんだけど。食べてくんのかな、やっぱり。どこで食べたい。キツネ3号さん、マクドどこでも食える。そうなんだね。でもそんなぐらいしか食べようと思うとこないんだもん。だって怖くない、なんかこっちだけのものってなんどこにあんのって聞いたけど、ないのよ、空いてないもんだってそもそも、空いてるんだ。キツネ1号さん屋根の上、ルミ屋根の上って猫のみがいました、私のデートは屋根の上、隣のクロちゃんと肩なキツネ3号さんチェーン店で潰れたんだな。キツネ1号さんどこで食べる言うたから、え、どこで食べる言うたから屋根の上、なんでやねん、寒いやん、風邪ひくわ。から下見れば人間世界は変わってる、真面目人間不眠症、悪いやつほどよく眠る誰のことや。ロイファーってロイファー、だいぶ帰ってきたな、やっと帰ってきたな。残りね3.1 キロ、まだ3キロもあんの、マジでそんなに離れてんの。あ、やっぱそうやわ、あれ昨日あのホテル何やったかな、3文字言ってたけど2文字だったわ。
キツネ3号さん渋滞すごい長いぞ。渋滞長いでしょ。渋滞長いのよ。渋滞長いのよ。メール来てる。メール来てる。9時やるなら注文しますよ、どういうこと？どういうこと？あ、そういう意味ね、ココイチのね。あ、来た来た。あ、マジでか。マジでか。ご飯食べてくるけど、マジか。あー、やっぱご飯一人だわ、これご飯一人だわ、ご飯一人になったわ。これ天一号かな、天一、天文館通りの天一号かな。もうキツネ一号さん一人飯決定ざまそう、一人飯、一人飯ですよ。どうせ一人飯ですよ。でも鹿児島来てわざわざ寿司食うのもな、回転寿司食うのもありやし、どうしようかな、何食おうかな。ちょマジで、ちょマジで、ちょマジで、ちょ待てよ。狐一号さん毎日一人ですけど何か。まあまあね、まあそうなんだけど、何食べようか、何食べたいの。ちょマジで何食べたいの。今日だって黒豚つけそば食べたよ。まあインスタに上げてあるから見ておいてくれたらいいと思うけど、まあ、あの本ちゃんの方ね、僕のインスタって本ちゃんの方しかないから、マキシモホテル。で、変なラボ他ないよな。キツネ一号さん豚の顔食おうぜ。あー、たまにあの何、あの韓国料理の店とかに売ってるよね、中国とか。イクノクのスーパーたまに売ってたのよ、それ。あの豚の顔一等もんね。怖いよ、ほんまに豚の顔置かれたら。あれ食べれんの、マジで。どこ食べんの、怖いんだけど。目ギョロって開いたらもう怖て、もう無理やろみたいな、トラウマなるわそれも。さあ、そろそろバイアグラ飲もうかな。飯何食べよう。ちょマジで、ちょマジで、ちょ待てよ。キツネ一号さん、ウォロちゃんにつけても違和感ないやろな。いやいや、まあ体型がねあれやから、腕も、あでも毛剃ってるから違和感あるんじゃない。だってね、そこまで体張ってるってもう別らのビヒかったもんね、あれ。なんなんやろ、ほんま。ふわっちって恐ろしいよね。なんなの、あんだけゲーやって、あんだけ体張ったゲーやっても閲覧のビヒんかったりとかね。なんかどうでもええ、なんかうだ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 、あだこうだ家の中で言うてるやつが閲覧ほみたいにやったりとかね。おかしくない、ふわっちっておかしいよね。どうせ水増しなんやろうけど、もう水増しにしてはおかしくない。水増しなしで正々堂々とやったらじゃあみたいな。まあ正々堂々とやっても僕は負けるんでしょうけど。キツネ一号さん口コミやな。あ、口コミ、マジでココイチも。いや、あれやな、何食うたいの。ちょほんまに何食うたいの。ちょ戻ってきたで、もうだいぶやばいで戻ってきてんねこれ。サイエンビュッフェ、ピソリー、ピソリー、ピソリー。ちょ、やばいやばい。ちょ
キツネ3号さん、さつま揚げ。さつま揚げ、え、ここへ来てさつま揚げ食うの僕。マジで、マジ言うてる。あ、マルハンで。マルハン行く。6時半やし、まだ時間あるからマルハン行く。3時間ぐらい時間あるから。マルハン行く。キツネ1号さん、もうパクチョンにはアメリカーノしか残されてない。アメリカーノでも人来えへんやん別に。アメリカーノでも人来ないでしょ僕の場合。僕はアメリカーノやっても何十人しか来えへんからやる意味ないのよね。キツネ4号さん、落ちるだ城なんか。え、もう城なんですよ。城なんですよ。アメリカーノやったところでそんな人来えへんもん僕の場合。アメリカーノでも来ないし、カリートでも来ないし。カリート一桁やからな。アメリカーノはギリギリ二桁行くけど、カリートに至っては一桁やから、ね、カリート2時間ぐらい踊って2人しか見てへんとかね、1人しか見てへん。キツネ4号さん、そのままドルフィンボートへ行け。ドルフィンボートって何？ドルフィンボートって何？ドルフィンボートって何？分からん。ドルフィンボートって何？何屋さんそれ？ドルフィンボート、どういうこと？キツネ4号さん、まっすぐ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 、え、この何、あの天文館の方曲がったあかんの、まっすぐまっすぐ行かなあかんのこれ、まっすぐまっすぐ、これでもまっすぐまっすぐ行ったら鹿児島駅行くよ。左斜め前が薩摩仙台霧島で、まっすぐまっすぐ行ったらこれ鹿児島駅行くよ。鹿児島駅行ったらいいのね。行くよね、え、行くよ。っていうかもうまっすぐ行ってるけど、まっすぐレーン走ってたわ俺。左レーン走らなかったらまっすぐ走ってるわ。鹿児島駅着いちゃうよ。もう一回斜め左方向行くチャンスあるけど、サントリーニ、なんかラブホばっかりやなこれ。ラブホ行って XYZ、ラブホ行ってシエナ。左方向置いてるけど、まっすぐ行ってるで。知らんで、もう知らんで、もうあかんで、もうあかんで、もう知らんで。じゃあマジで、ちょ待てよ。これまたまた左言ってるで。もう目的地周辺言ってるのに鹿児島駅曲がってんで、これ。え、桜島フェリー向かってるやんこれ。あ、釜揚げうどんの店出てきた。釜揚げうどんの店出てきたよ。キツネ1号さん、そこ右。そこ右が遅いわ。ちょっと待って。一個次信号遅いけど、ここで右曲がって。ここで右曲がって。そう、あの、君たちの言う通りに行ったら、どこに着くかやってみるわ。君たちの言う通りに行ったらどこへ連れて行かれるか配信。キツネ1号さん、嘘じゃボケ。嘘じゃボケ、なんやと。お曲がってもたやんか。あ、でも海見えてる。海見えてんねこれ、ほら海見えてる。ヤクなんとかフェリーとか見えてる。なんか海見えてるで。キツネ5号さん、メガホンを3個プレゼントしました。あー、5号さん、メガホン3個ありがとう。キツネ1号さん、吉住へ落とそう。なんで海落ちんねん。海落ちひんわ。落ちひんぞ。ちょ、海の方行かれへんっぽいねんけど、これ。右に曲がれるけど、多分海に行かれへんっぽいから。どうしたらいいんやろ。もうちょっと先で、次の信号右曲がる？次の信号右曲がる？次の信号で右に、次の信号で、あ、5号さん、ありがとうございます。5号さん最近すごいあれっすよね、流行ってますよね。5号さんなんかどんどんなんかすごい大手になっていくねんけど、これなんなん、これ何の村これ。なんか同じような建物いっぱいあんねんけど、これなんなんこれ。レストランラーメンは鹿児島ラーメン、ビクドンで。キツネ5号さんへ、大阪はやってる。
大阪はやってる、どういうこと、大阪はやってる。キツネ4号さんを